はい、というわけでね。よくわーの後にそんな冷静になりますね。もうこの季節蚊がいるんだね。いやー気持ち悪い。蚊がいるわ、もう気持ち悪い。どうもね、カラバトークでございまして、はい、ね、今日のお相手はですね、ダーリンズの小田くんとですね、よろしくお願いします。いつものゆっくんでございますね。ゆっくんちゃんに、ゆっくんちゃんになったの？はい、ありがとうございます。あ、そうなの？解き伏せまして、ゆっくんちゃんになったんだ。スーパーマネージャー。なるほど。あー、改名したってことか。はい、それか、今日感じてた違和感は。師匠にいただいた、うん、ゆっくんちゃんネームを。それが OK になったんだ。はい、前に一回マネージャーに突っ返されたんですけど、うん、はあはあ、ちょっと、いろいろは。その差は何なんですか？その、もともとゆっくんで改めてゆっくんちゃんにしたのは。いや、俺は最初にゆっくんがピンになった時に、うん、どのタイミングで屁こいてんだこの野郎。うん、ゆっくんに、はいはいはい、なんかゆっくんでやってるからゆっくんちゃんの方がいいんじゃないかって言ったら、はいはいはい、うん、でもなんかマネージャーが、はい、ダメだって言われました。そう、ダメっていう意味が、うん、そもそもなんですけど。いや、師匠なんで逆にちゃんがついてた方がいいと思ったんですか？いや、ゆっくんだって、だって、大体さ、ゆっくんで検索すると、うん、もういっぱいあるのよ。ああ、ね、ゆっくんがいますよ。うん。もう、くれんの俺。はい、そう。あ、このシステムがあるなら、僕もお金払ってでも飲みたい。お手はずがあるのか。いや、ごめんね、ごめん、お前いると思うよ。グラス先。あ、申し訳ない。あ、そうやな、分けたい、分けたい。僕だけお酒が。ホップあるやん、ホップ。うん。名前言っちゃって申し訳ない。別に意地悪しちゃうんじゃないんだよ、その。いや、俺とな、そうそうそう、二人かと思ってたから。申し訳ない。申し訳ない。うるせえな、お前、この野郎。後輩の。はい、お疲れ様。生言ってすいません。これはいいよね、やっぱ。うん。で、めでたくゆっくんちゃんになったんだ。はい、僕はとても嬉しいです。あ、そうか、ゆっくんちゃんの方が良かったんだ。今言っていただいたゆっくんでいっぱいいろんな人が出てくるのと、うん、もう本当にいろんな芸能人であったり芸人でも、あの、検索エンジン最適化ってなんかワードがあるらしくて、あの、どこにでもある、なんかおでんとかいう仮に芸人コンビ名があって、なるほど、うん、おでんを入れてもいっぱい有名なおでん屋が出る、うん、対して、うん、おでん丸とか、うん、おでんずってするだけで、うん、変わってくるんだ。そうそう、それはね、ずっと変えたかったし、師匠にいただいた名前のなんかちょっと僕のただのあれですけど、それをいただきたいもあったんで。あとあれだしな、お前に悪口言いたいやつもやっぱ、うん、お前がゆっくんちゃんってなると、うん、悪口言うやつもちゃん付けっていうのがいいもんな。そう、いやー今日のゆっくんちゃん面白くなかったっていうやつもちゃんをつけないといけないわけじゃん。ゆっくん面白くないだとね、ちょっとそうそれ、ね、が、うん、でもゆっくんちゃん、私、ゆっくんちゃん大嫌いって。感情がよくわかんない。よくわかんない。なんだお前、ちゃん付けしてんじゃねえか、この野郎ってなるからね。そうですね、そう。いろんなそんなんのが、全部含めてゆっくんちゃん、ね。したかった中、うん、ようやく。許可が下りたな。はい。めんどくせえな。まあまあ、ほんと。まあよかったね、でもね。あと宿題は、まあ僕のもう、あれにして、まあ、僕は卒業しましたけど、ね、全日本のスネークであったり、うんうん、誰かも許可得てませんでした。もう一人ぐらいハグンで言うと、忘れちゃいましたけど。いるの？はい。スネーク、許可。ほんまギトじゃんか、ほんまギト。ああ、そうだ、ハグンじゃないですけど、そうだ。別にね、芸名ぐらい、各自が、個人経営者なんだから、自分で売れると思う、売れたいと思う名前でやればいいのに、看板、うん、おかしいって、あのマネージャーがさ、大丈夫ですか、ね、いや別にいいよ、別に僕見てねえからで、別にね、そこの芸名をさ、うん、別にそのマネージャーがよく思わない芸名をつけるからダメだっていうのはおかしいと思うんだけどね、うん、ね、それは本当に変えたいのを一回却下された時点でずっと思ってた、だろ、うん、でも逆にこうは言えないだろうか、うん、何本筋である部分を頑張ってねえやつが、うん、芸名だけは一丁前のことを言うなっていう言い分もあるんではないだろうか。ちょっととんがった芸名、うん、いや、とんがった、別にゆっくんちゃんっていう芸名がとんがってるともなんとも思ってないですけど、まあまあ、その
バカ滑ってる間にゆっくんがいいだの、ゆっくんちゃんがいいだのは、うん、もうそれはバカ滑ってるわけだから、うん、他に考えることがあるだろうっていう言い分もあるんじゃないですか。理屈ではそうかもしれないですけどね。僕はでもゆっくんちゃん自由でいいと思うんですけど、受けようが滑った。で晴れてゆっくんちゃんになったわけ。はい、うん、そう、それが最近は意外とウキウキです、うん、たかが芸名ですけど、はい、今日ね金の卵で意外と6位で嬉しい順位だったのに、うん、1個だけアンケートでちゃんをつけるなって誰かのすごいアンチが来たのに、そんな矢先にですけど、ちゃんと調べてんだね。誰だって話ですけど、ちなみにさ、今日お前 MC だったじゃん、どうだったの？ホップで。どうだったの？まあ、どういうどうですか？いや、雰囲気はやれたの、はい、自分では言えないか、見たかったけどね、はい、一応ね、僕も至らない部分ありますけど、トークライブでもいろいろやらせていただいたり、うん、ちょっとずつ経験はさせていただいてるので、ぼちぼち盛り上がったんだ。ちゃんとやったつもりではありますけど、はい、やれたことはやれたんだ。はい、なんとかやりましたよ。どうね、バカスバリっていうわけでもなく、はい、いじったの。ホップのやつらを面白く転がしてやりました。転がしてそうなの。つとむさんとか、まみやまさんとか、つーさんとか、まみさんとか、いたんだ、そこいたんだ。面白く転がしてやりました。なるほどね。そうなんよな、見たかったですね。どう、いや、俺もって言うなら、はい、俺は事務所ライブで、はい、その師匠の本当は MC も見たいわけよ、はい、ああ、でも何度かはあるんじゃない？何度かあるけど、俺目にしたことがない。いや、1回しかないよ、俺。あ、1回ですか、うん、先月惜しかったんだよね、あ、そう、まあ、わけのわからんやつが食い込んできたから、うん、別にいいんだよね、まあ、別にいいんですけどね、いいんですけど、まあまあいいんですけど、なんか嫌だなぁと思ってね。僕ね、来月2回目の MC なんですよ。よ、うん、で？で、じゃなくて、うん、嬉しいというあれもあるんですけど。あ、そうなんだ。2回目の MC、ね、調子に乗っちゃうから。私、俺見てる側だったら、ゆっくん、もしくは師匠が MC やるときに何が見たいって、やっぱ最初のがなり見たいですもんね。番外編ホップとかね。陰で言ってるってことだみたいな。意外とでもあれめんどくせえんだよな、うん、まあまあふざけると怒られそうな気がしたり、その時、うん、で意外と何も固めずにまあまあキンキンで言っちゃって、うん、一番いけないことですけど、ボケる気が100としたら100でもなく0でもなく40ぐらいのがなりしちゃいました。番外編ホップとはってもうなんか面白くなかった。でもお前軽く反省なんですけど、いやそれ言うとお前ピンなわけじゃん、はい、で出るやんか、はい、ね、ライブ始まって、はい、でちょっとなんかなんか客いじりなんかないやんか、うん、まあ雰囲、うん、それやらなあかんやん、それできたの、はい、そうだ、それさっきもトークのあれもそうだし、うん、意外と散々いつも文句言ってる月一ライブでも、うん、もうピンでは2回3回なあの1周がやらせていただいて、意外と経験値が怖いもなく、自分が喋らなきゃ一気に間が空いちゃう、コンビと違って余裕がない感じも意外と嫌じゃなく、なんとかやったとは思うんですけど、うるせえよ、もうやんなんすか、むかついたんだ、むかつきましたね今ね。何もできない、できなかったですっていうのを、そっちが欲しかったんすか、なんで30秒シンプルにお前の自慢話してる、自慢じゃなくて、どうしたお前、だって聞かれたから一応言ったんです。殺す、殺さないでくださいよ。事実ねじ曲げて失敗した話が良かったんですか。一応ちゃんとはやったんですよ。まあ、あとの感想はお客さんとか次第ですけど、それでもしょうもないっていう人いるけど、殺す、殺さないでください。とにかく殺す。情緒がおかしいでしょ。よかったんじゃ、一応頑張って成長させて、でもゆっくんもこのブーたれる芸風だから、うん、この辺ぐらいにいてくれてブーたれてくれた方が面白いですよね、うん、うん、そうだな、うんうん、でも今までの銅とか番外編にいながらすごい無力なやつが上に噛みつくもいいとか誰かからも言っていただいた部分もあったような、何やねん 今のお前さ、はあ、ソニーの、はい、
この今の金の、はい、今日の金のライブ、はい、まあ金もって話ですけどね、うん、なあ、はい、そんな昔の金のライブよりは楽団に落ちてると思うよ、うんうん、あやっぱそういう部分がある、うん、落ちてると思うわ俺、うん、レベルランクう、うん、ああ白木ゆっくんちゃん金にないるっていうのがでダーリンズが1やがましやろやがましやろまあねあどういう現象でそう なりつつあるんですかねよくわかんないですけどソニーに長くいてなんか雰囲気があるとかそういうことなんですかねどうなんやろな、その、例えばよ、例えば本当に、他、他事務所で言うたら、はい、なんか、その、すごくできるやつっていうのが、結構いれば、はい、例えば、ああ、白木なんか、多分、一軍ではないと思うね。うん。白木ちゃんもまあ、いや、白木が面白い。ありますけど。白木面白いけど、一、はい、軍の芸風ではないと思うんだよね。ああ、そう。俺は。それは悪い意味じゃなくてですね、うんうん、適正なっていう、うん、事務所の一軍ではない。うんうんで、面白いんだけど、はい、で、白木とかそういうなゆっくんが、はいうん、一軍にいるっていうことは、はい、ちょっと手薄なんじゃないかと思う、ねうん、ちゃんとしたやつらが今気抜いてる、うん、いないんじゃないかと、うん、いやでも本当はそうですね、うんうん、だからゆっくん まかり間違って銅、はい、の MC とかするようになったら、はい、お前が自分自身の首を絞めることになるよどういうことですかいやでもそういうことですよねなら、うん、僕が3位になっどうするのじゃあ3位になって、はい、じゃあ次に、銀の MC やって、はい、じゃあまあその先金の MC やって、はい、じゃあ次大喜利やってその先何やってっつってバカリズムさんみたいになるのっていうことにもなってくるよ、うん、それはゆっくんの首を絞めることではないのかなと僕が成長したっていう手はないですかいや違うそれはだからゆっくんが悪いとかではなくて、うん、さっき一緒が言ったみたいに周りが手薄になったってことだよねうん、うん、そうですよねそうだなあそうですね三国志ってみんなね、はい、あの好きだと思う人結構いると思うんだよ、うんはいであの一番初期の三国志っていうのは董卓、はい、が董卓っていうね、うんまあ、初期の人がいる時には、はい、すごく武力が高い武将がいっぱいいたわけよ、うんはい、でもそれ董卓以降、劉備、孫権、うんはい、曹操の時、うん、でもう劉備も孫権も曹操も死んでしまった、うんはい、後のその後継者がやる時っていうのはもういい武将があんまいなくなってんのよね、うん、時代が進むにつれて、うん、で武力が90ぐらいのやつがいる昔はいたんだけど、うん、もう70でこれはすごい武将だってなってるのよ、うん、手薄なのよ、はい、それなのよね武力が低いんだけど昔に比べたら、うん、でもみんながもうそういういい武将がいないから70でも、うん、ああ結構いい武将だなってなってんだよ、うん僕、三国志すごいわかんないんですけど、うん、バカにされてることだけはすごくわかりましたバレた、まあ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 、三国志好きな人だもんあ、そうなんだへぇわかんないですけど僕はどうあれ頑張るしかないのかいや、そうなんですよ、我々、ね、そうなんですよ、我々でも、ゆっくんが今日何やったの今日もう、先月と一緒で6位で6位やろ1軍の6やねソニーの1軍の6や考えられへんわ、うん、もうこの話なんかもうしたくもないですけど、はい、今日の師匠の10何位ってやっぱ来ますねいやもうちょっとまあネタがうんぬんではないですけど、うん、まあ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 別に俺はその分かってたけどね、うん、まあまあまあしょうがない、うん、まあでもこれ系の話はもうしてもしょうがないですからねいやいやおかしいと思うよ俺うん、うんいや、ここだけやもん、俺。この、こういう評価なとこって。うん、そうですね。うん。だって、ソニーや、所属が。うん。で、ソニーの所属で、ソニーの劇場のライブが一番、今までの、ね、一番やばい順位だっていうのはおかしいよね。ソニーのその劇場の離れれば離れるほど、順位がいい、順位っていうか、向けがいいのよ。うん。なんで師匠だけでもそれが起こるんですかね。嫌いなんだよな、多分な。うん。嫌いというか、だったら、なんていうの、ちょっと突き詰めた芸じゃん、俺ってしょ。うん。で、うんことかしょんべんとか言うと、確実に引くやろ。今日よりそっち側でしたよね、そのうんこじゃない側。うん。はい、そうですね。に、
笑いが緩い感じというか。いやでも我が事務所ですよってそんなことになるんですかね。いや我が事務所とか関係ないじゃない。もう嫌なもんは嫌、うまいもんはうまい、うーん、焼肉は早いそれべっしょ。そうかCM のやつ懐かしいな東京であったのか静岡でしたっけ。それ大阪だな。大阪だ、大阪だわ。あれ僕見たことあるな。あるよ、はい、うん、焼肉早い、道頓堀早い、そうそう、あれ聞いたことあるやん。なんでだろう、し俺全く聞いたことない。あ、そうですか。あ、そう、なんか特番かな、うん、CM ですよ。どんぼり早ってことなんですね。うん、こんな無言が続くんだ収録したいの今一応、とりあえずは収録してんのにな。収録したい、何無言なのよお前、うん、バーツ飲んでバカやろお前僕らですか今。何、来月も MC やってんだよこの野郎。酔っ払ってんだよこっちは。いや2ヶ月連続1位でしょ、それよりも。そうですね、師匠、2ヶ月連続2ヶ月っていうか、もう結構1取ってるやんお前。いやいや、別に1は取ってないですけど。取ってるやんな。いや、ずっと調子いいんですよ、もう僕が。この間も、うん、ずっと調子いいから、か、過激よくんだっけ、なんだっけ、あー、新宿カーボーイの新宿カーボーイの金、かげ、か、過激よくん、はい、に、あ、リンスと仲いいじゃん、はい、同居してましたね。うん、だからお前、最近なんかダーリンズが調子いいよっつったら、はい、あ、そうなんですか、はい、全然知らないっすわって言われました。あーで、まあまあ金記憶はでも、うん、それより上行ってんのかな。おさらいのやつをされてますよ。まあ、でそれより上行かないといけないんだよ。行けないですね、うん、あ、タカさんにもハマってましたよね。え、そうなの、金記憶さんが、へぇ、すごいや、もう金記憶さんタレントか、うん、そうですね、はい、うん、まあまあまあ、リンスがね、リンスがふんぞり返らなければいいんですけどね、うん、あいつふんぞり返るでしょ、すぐ。もうそれだけ、帰るな。それだけがもう不安でしょうがないですよ。今日も後輩のアンゴに褒められて、ギンギンになってましたもんね。ギンギン。おう、ほいで。おう、ほいで、ほんで、つって。あいつのふんぞり返り方は早いでしょ。いやー、あれやな、もうネタ終わって知らん後輩におもろいって言われるの辛いなみたいな、あいつ言った時に、あいつが言った時にうるせえよこの野郎。まあでもまあそこもソニーですね。まあ別に僕らが1位なことに何がどうっていうこともないですけど、まあ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 ね、まあ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 です。はぁ、また喋んなくなっちゃった。まあいいか、じゃあこんな感じか。ゆっくんの単独ライブが、単独ライブは今週やる、今週やる、もう明けて月曜という意味では今週金曜にあるので、よかったら全国の異常者の方に集まっていただきたいんですけども。異常者の方に、はい、現時点で12枚っつったっけ、何枚だっけ。11ですね、1名減りまして、キャンセル加わったよ、はい、へー、不動票というか、なんか微妙な方は4人ぐらいっていうあれなんですけど、 11? 単独ライブで、いやでも頑張る。いやでも俺らの単独なんて本当にそんなもんよね、別にね。そう、あ、ダーリンズさん、いや一緒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 、すごくだな、11人だよ。いやー本当に、あ、もうこんな言い方は分かんないですけどね、頑張って告知したつもりでもあんま来てくるね。まあ自分のしょうもなさを呪うのとともに、なんとかバカ面白くして大風呂敷広げるのも僕は恥ずかしいタイプですけど、何とかバカ面白くして、すごく面白かったよ、まあ、ギャー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 って行かないで損したと思わせる嫌がらせ、何とかしたいなっていう、嫌がらせではないのか分かんないですけどっていう、まあ、師匠、なんでユックに監督やれって言ったんですか、意図としては。意図としては別にその何にも目標もなくやってて、うん、ねえ、じゃあ別にそのねえ、一区切りじゃん単独って、うん、はい、俺はもう毎年一回やるっていうのを決めてるから、うんうん、でも師匠が単独やるっていう意味とゆっくんがやるっていう意味とちょっと違うじゃないですか、うん、なんでやれって言ったのかなと思って。いやもう単に俺はちなみに
師匠がやれって言ったことをあいいなと思ったんですよ、うん、でも師匠はどういう意図で言ったのかな。いや今後のステップのために本当に通過点として一回 やった方がいいと思うね。うん、何にしろ、うん、それはまあいろんな意味あるじゃないですか。さっき師匠が言ったみたいに、ネタを作るという意味もある、うんうん、もしくは自分はこういう人間だって見せる意味もあるとか、なんか単独ってやっぱり意味あるじゃないですか、うんうん、そのゆっくんがゆっくんちゃんゆっくんうるせえこれすいませんゆっくんがどこがあったらいいのかなと思って言ったのかなと思って一つはもう本当にさっき見たようにもう何の目標もなくずっと浪費をしてるだけの芸人生活がもうあかん、そうですね、わかります、うん、まあまあ怠惰好きなんで、うん、生だらけたから、うん、でそれをひしひし感じて今、うん、辛くもありあこういうことだとも思っております、うんうん、でその何人にしろ別にね単独ライブだってやってやるっていうことは別に悪いことはないと思うんだけどな、うん、でそれが第1回目じゃない、はい、第1回目、うん、俺の単独ライブ第1回目も別にそのお前その10人じゃなかったよ、うん、もうまあ何人やろな、ここの劇場で50人ぐらいかな、うん、うん、すごいでも今に比べたらすげえ少ない、ああ、そうそうそう、ね、50人ぐらいの前でやってと、うんうん、でその第1回目の単独ライブよりは今の単独ライブの方が格段にレベルが高いんだ、うん、うんうん、そこの何にもそういう設定をしずに芸人をやり続けるっていうのもちょっとおかしな話で、なんか背比べじゃないけど、今年のこの時期はこのぐらい伸びましたよっていう、そういう、あ、うん、傷つける背伸びなんですよ、背丈のあれじゃない、柱につけるっていうね、そういうことをするっていう意味でやった方がいいんじゃないかと、年に1回ぐらいは。それが当の本人に伝わってますかね伝わっていないと思う。ある程度伝わっていながら、で、なんなら怠惰は本当に見抜かれてて、本当に僕怠惰が好きで、月1本半、半っていうのは変ですけど、浦安 MA でもう1個中くらいの中途半端なネタをやって、それで僕は月2本作ってるっていう生意気なプライドを持ってヘラヘラしてたんですけど、それに対して単独でもうどこにもかけてない新ネタ8本、意外となかなかの負荷で、いっぱい、そうだ、今言った1ヶ月2本を一生懸命2本を軽く考えていっぱいと思ってたのが、もう今8本をいろいろ切り替えながらいろいろ考えるんですよ、こういうことだって。あ、声張るじゃねえよ。あ、すみません、喋りたいこと声張っちゃう、ピンポンになっちゃった。で、そう、嫌でもって言い方わかんないですけど、やらされる状態になればそういうことは可能なんだって分かって、単独だとちょっと映像に割かれる時間あるから、今後下手すりゃストイックライブをやることになるかもしれないですけど、うん、月、うんうん、3本か2本とか、うんうん、でもそれをやらなきゃいけないなっていう気持ちにはなりましたし、うんうん、1ヶ月 1.5 本もしくは2本のぬるいより3本 2ヶ月6本、同じような感じ、うん、まあそうだね、はい、映像はまあ一応頑張ったつもりですけど、でもそれに好かれるよりネタを売れたいから頑張る、でもそのペースを早めるはなんか学んだというか、はい、身に染みたような気がするというか、っていうのもまあまあいけないですから、うん、いやいや別にいいと思うよ、しょっちゅうやった方がいいかが、いやしょっちゅうっていうか別に年に1回はやるべきやだと思うんだよね、別にそう、年1ハードですね、師匠もすごいけど、いらんことを師匠ゆっくり教えてしまいましたねどういうこと、いやいや別にそのいらんことじゃないと思うんだけど、別に優しいですね、なんだろうね、もうその単独ライブのそのね、はい、その重要さっていうのは別にその、はい、その各コンビ各芸人、うんうん、それはなんか対して全く違うんだよね、うん、自分博ですよね、各それぞれの、うん、うん、だからそれが単独ライブがすごく大事なコンビ、うん、っていう芸人もいりゃ別にそういうね、通過点に過ぎないっていうコンビもいるし、うん、で単独ライブ売れてるのに一回しかやったことないっていうコンビもいりゃ、うんうん、ああ、うん、それぞれいますね、いっぱいやって、うん、ようやく売れた人、いっぱいやってるのに全然売れないっていうのもいるわ、売れない人もいますね、うん、そうだ、だから
それはね、別にその個人のやり方なんだけであって、別にそれがネタの量産をするっていうライブっていうね、気持ちもいる人もいるわな、そういうな、はい、うん、でもそうじゃなくて、はい、ね、さっきも飲んでる先で言ったけども、はい、あの単独ライブしかできないっていうような、ことをするっていうのも別にあるしな、うん、というか、うん、師匠はヒントくれたけど、お前は本当にリアルに言うともっと手前だからね、はい、単独ライブがその自分博と言ったし、はい、師匠が、まあ、単独ライブがその、テレビに向けてのネタを量産するっていう風にするタイプの芸人もいるとも言ったけど、あの、正直言うけど、お前はどっちでもなかったからね。どっちでもなかったからね。別にお前がどっちかをやってるなんて俺感じたことは一度もないから。だけど、あ、師匠の頻度で、あ、こいつ単独やるんだと思った時に、あ、なんか、あ、そういう方向に行くんだなと思っただけで、それまでのお前は俺から見たら外野に過ぎなかったからね。所詮人の悪口を外野で言ってるだけの、別に自分博の単独をやるタイプでもストイックにネタを下ろすタイプでも何でもなかったよ、お前は。どっちつかず、うん、何でもどっちつかずもないよ、何でもなかったよ。だけど、あ、単独やるんだと思って、単独やるにあたってどっち側なのかな、もうちょっと考えさせていただいたり、これで今単独やると、はい、で今1週間前、はい、でお客さん10人、はい、今10人だよね、はい、ね、11、うん、でそれも自分の技量なんだよね、うん、うん、結局、はい、引きつける力、うん、引きつける力が11人しかないっていうことよ、はい、せっかく単独やるのに、はい、で単独やるのに蓋開けてみないと何人か分からへんのよ、うん、11しか増えるかもしれないけど、減るか増えるか知らんけども、はい、でそのぐらいの程度の今その集客能力しかないっていうこと、そうですね、うん、イメージであってだそういうね、例えばよ、はい、他の芸人となんか対決ライブやると、はい、ね、対決ライブやるんやったら他の芸人の技量の集客の数、はい、っていうのが例えば、40とするやんか、はい、で40っていうのはゆっくんの、プラスその他の芸人の、はい、その蓋開けるじゃ40人の集客能力、はい、でお前は単独ライブでやったら10人しかいなかった、じゃあもう10人なのよ結局は、はい、お前の集客能力っていうのは、はい、詩人歌人の上田誠の50分の1だよな。うん、いやでもバッターボックス立つってでもそういうことですよね、うん、だから自分の主催っていうこと、うん、主催の単独ライブっていうことをやるっていうことはもう責任もあるし、で1日それを来たお客様を楽しませないといけないっていうこともね、自分で自覚するっていうことよ、はい、僕の面白さと芸人力の低さを師匠に当てはめて今否定されるのがとってもわかるんですけど、うん、今出していただいた詩人歌人さんがいっぱい呼ぶを当てはめられて、これはね、ある種でも当てはめてもいいなんですか、いや、うん、いや面白さで負けたくない気持ちでいるんですけど、これ長くなって大丈夫ですか、いいよ、だめ、僕それを並べられたらまたって思っちゃうけど、あの人たちのかつて出した結果はとても素晴らしいんでしょうし、それ呼べることを否定をしないというか、それ呼べるんでしょうは分かりますよ、今ここで出されると、まあこれで僕が言うことがみっともないか分かんないですけど、僕は奴らよりものすごい面白さ芸人としてとか、でもさ、全部が下だと言われたら、例えば言い返したくなるのはありますよ。いや、わかるけど、うん、いや別に例えば、うん、詩人歌人上田誠と、うん、とゆっ聞いてた、いや全然聞かれてもいいんだよ、まあまあ、そういうあれです、例えばゆっくんとね、まあ、いいんですかね、何かでじゃあ、比べるってなった時に、まあなんというか、お互いに別にメディアにも何も出てない状態で、現時点で比べるってなった時に、お互い近い期間で単独をやったってなった時に、その集客で比べるっていうことが、業界ではありますよ、業界ではというか、別に俺はすごくナチュラルなことだなと思うんだよね、うん、それはそうだね、なんというかだし、受けじゃないもんだ、そのお客さんの笑い、すげえ笑いました、それは当たり前なんだよ、うん、爆笑を取りました、当たり前なんだよ、はい、うん、
で、そ違うわけじゃん。例えばそのなんちゃらライブっつって、うん、その例えば K プロライブ、はい、K プロライブのゆっくり追われました。で他のゲームに出てるわけよ、うん、でその中のまあ、あれ爆笑取りました。それは当たり前なのね、爆笑取ると当たり前、はいはい、それは呼ばれてる、そのライブに呼ばれてるっていうことは、そのゆっくんが滑った、滑ったもう、うん、それはもうダメなの、今日の仕事はもう成立してないってこと、うん、はい、ギャラ泥棒って言われてもおかしくないわけね、うん、呼んでいただいたわけ、ね、うん、呼んでいただいたっていうことはもう爆笑取らとって当然なわけね、はい、うん、うん、だから爆笑取って当たり前なのね、だから受けとかじゃないね、はい、で今ゆっくんが単独を解散しました、うん、で11人しか来ませんでした、じゃあ11人の集客能力があるよね、はい、で詩人たちは何人来てんだっけ、まあ、まあ、ビーチ部が埋まったっていうか、まあ、ざっくり言って70でしょうね、うんうんうん、でもそれが、まあ、あいつらの力量ですから、もう1個開けてさらに50ぐらいか、うん、よくわかんないですけど、うんうんうん、まだそのぐらいなんだろうな、だから 20… その差があるわけよ、はい、うん、で詩人家人と上田誠とその70入りましたと、はい、で70入りまして、滑った受けた別にそんなにかな、関係ないわけ、関係ないです、はい、うん、うん、うん、そしていやー上田ってやっぱあいつ、まあ賛否両論あるけど、はい、やっぱ俺偉いなと思うのは、まあ詩人家人と上田誠も含めてだけど、はい、あいつやっぱ一応打席には立つというか、うん、あ、うん、立っては見るけど、まあお前はある種今回単独っていうところで初めて打席に立つなと思ったから、うん、初めて、そういうことよね、本当に、お前は今まで外野でまあ楽しくやってきて、別にそんなお前が嫌いでもないの、はい、それがお前の芸風だし、はい、まとも得てくるし面白いけどさ、だけど単独ってやっぱ自分の打席だからでもそれがまた集計が少ないとかはやっぱそうやって比べるよ、やっぱ、うん、別にそれがどっちが面白いとかでもないじゃん、いや、打席に立ってないのは分かる。だってずっと言うたら、ね、打席に立たずに遊んでたわけじゃない。はい、な、自分のその単独、ね、他の人の単独だっつって、見に行って、ゲラゲラ笑って、悪口言って。悪口言って、飲んで、酒飲んで、管巻いて寝るみたいな。な、で、それがお前だよ。それがお前の単独ライブになって、はい、いざ、蓋開けてみたらっていうことよ。あ、うん、でそこで初めて打席に立ったっていうことよ、うん、今まで、ノーメディアにね、うん、出てこ、その全く、はい、テレビに出たことないと、はい、それ当たり前なのかもしれないよ、もしかしたら、はい、いや、そんなことない、いや、で出たくて当たり前ってこと、あ、打席にも立ってないねんから、うん、勝負もしてへんねんから、うん、うん、だから当たり前なのかもしれない、はい、そのゼロっていうのは、うん、勝負にね、挑んで初めて、はい、そこにその例えば経験値なり、うん、面白くないと言われることなりがね、うん、まあね、そね、単独の1週間前にこんな別にごめんな、別に俺も師匠も冷や水ぶっかけるつもりではなかったんだけど、むしろいやでも期待してるからまたちょっとの追い込みを頑張ろうという気持ちになったから、そうそうそう、だから俺はだからさっきも言ったけど、師匠がヒント与えたねと思ったら、うん、俺はもう後輩にはそんなことにも気づかずにこうニコニコしててほしかったそうそう、お前の悪口聞くのとかも好きだから、うん、まあ、だからお前のことなんか嫌いでも何でもないから、むしろ好きだからそう言ってほしかっただけど、うんうん、まあ単独やるとなったら、まあこいつもやっぱ打席立ってくるんだなと思って、うん、いや、なんかもうヘラヘラしてる場合じゃないぞ、そうですね、もう、ま、いよ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 バレる日が来たぞ。この動画撮影より前の気持ちよりいよいよ本当に引き締まりました。あ、そう、引き締まった。よかったね、じゃあ。ぬるい単独の気でいたのかも。見に行くときもそういうつもりで見に行くしね。頑張りますね。そりゃそうでしょ、でも。よかったね、じゃあ今日は撮って。そうですね。ぬるいことをしようとしてたよ。そんなつもりもないんですけど。これでいいかなと思うよりもっとあれしなきゃという、そりゃそうでしょ、だってお前、そうだよ、いやー悔しい、負けたえ、だって来てくれたお客さんに対して
ね、はい、こう、あ、これじゃダメかな、はい、ああこれもっとこの方がもっといいやとかと思うっていうのが当たり前なんだ、うん、はい、っていう自分のその演目を見て、はい、で自分のこれを出してなんとか笑ってほしいなと思ってたのを、うん、やっぱまたもう一丁じゃないですけど、何をもってぬるいのを出そうとしてたっていう気持ちでも何でもないですけど、うん、でももっともっとやんないと、うん、誰今平行いたのゆっくんだろ、僕じゃないの、完全にこの辺でしょ草そんなやつウーハー聞いてた、ああ重低音で、ね、でもう本当にもう頑張ります、うん、おかげさまで、はい、あ、まあ楽しみですけどね、まあ、まあ、お前のことだから、うん、なんか面白いこともやってくれると思うしね、どうやりになるじゃんな、はい、そうですね、でもあれだな、お前は今回単独やって、はい、来月からようやく打席にも立つからな事務所ライブの順位も下がっていくだろうななんでなぜなら打席に立って打席が僕よくわかんないけど、打席に立つですよ、それはまあ、ありますね、うん、はい、で頑張ってよ、単独、いや楽しみ、もう最後24日、何時からだっけ、ビーチ部で19時半から、いやー、ミニゆっくんちゃん単独ライブがありますのでよろしくお願いいたします、はい、はいはい、すいませんね、お探せしました、結果長くなりましたけど、すいません、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。